のっていうのは本当にね、今の自分を作っている。はい、しょうこです。今回は潤いのある肌を保つための食事ということで、今回ね、美肌にいいということで、まずヨーグルト、はい、おからで、塩昆布あともう一つあった、はい、クリームチーズです。はい、これだけで、はい、火使わないでもうすぐ混ぜるだけでできちゃうということをやっていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、やっていきます。はい、おから、はい、おからは何でもいいです。ただね、お豆腐屋さんでね、もらってきたやっぱりおからで作るとめちゃくちゃ美味しかったりします。はい、今回はね、国産の有機の大豆の方でやっていきたいと思います。ね、おからをこうね、食べたらいいよっていうのみんな知ってるんだけど、おからって結構パサパサしてたりとか好きじゃない方だったりとか、あと煮物とかしちゃうとそんなにいっぱい食べれないじゃないですか。で、私がやっぱりね、食べれないなと思ったら、一番最初にそのお豆腐屋さんに聞いたのがこのメニューだったんですけど、まずヨーグルトね、おからとヨーグルトをね、もうそのまま混ぜちゃいます。夏だと一回おからをね、火でちょっと炙ったりとかするんですけど、結構ね、講座で昔によく皆さんにランチを作ってたんですよ。はい、その時に私おから好きじゃないんですっていう方結構いらっしゃって、私も本当意外に苦手、ちっちゃい時苦手で食べれなかったんですけど、これを作るようになってから結構ね結構作って食べてます。はい、で、人が来た時にね、さっと出しても美味しいねとか、あと男の人っておから好きじゃない人も多いんだけど、結構ね、皆さん食べるクラッカーの上に乗せちゃったりとかね、で、結構な量の作り置きができるので便利っちゃ便利はい、でイソフラボン、私たちはね、ほんとね、だんだん女性ホルモンなくなってきちゃうじゃない。なのでしっかりね、取っていくのがいいんですよ。でも女性ホルモンって本当にね、どんどん、特に50代になってくると更年期障害だったりとか、私は子宮内膜症とかね、月経困難症とか、すっごい子宮で本当に悩んできたので、めちゃくちゃね、バランス取るの難しいなと思ってたんですけど、聞くところによると女性ってね、一生分の女性ホルモンがティースプーンに1杯分なんだって。なのでちょっと崩れるだけでも本当しんどいの。だからねってよくお医者さんに言われて、お薬も合うか合わないかっていうのもすごく微妙なんだよって。だから普段の生活の中でしっかりね、バランスを取るっていうのをやる生活習慣が一番いいよって言われていてね、本当に若い頃はすごい悩んでたことが、今は本当に更年期障害がないってね、20代の頃の方がね、薬飲んで更年期障害になってますって言われて、おやおやって思ってたんですけど、今はね、そのおかげでです。で、これがね、この混ぜてた時に耳たぶの、この耳たぶ、耳たぶの硬さと同じくらいになるぐらいヨーグルトを混ぜていきます。硬さはね、もういい加減ですおからによってね、全然違ったりするんだよね。はい、で、ここから塩昆布、ザラザラっと、これだったら3分の1、なんか半分ぐらい入れてもいいかな。で、結構ね、海藻類って女性ってね、亜鉛が必要なのになかなか取れない方多いんですよね。でもこれだとね、ほら、塩昆布に、昆布海藻だから取っておくといいと思います。でね、ちょっと1日置こうが、ちょっと色変わるんだけど、美味しい。だから、人を呼んで、おもてなしの料理の時は、前の日に仕込んでおきます。これもなんかね、
昆布多めの方が美味しい。で混ぜ合わせたら、でクリームチーズはね少し出しておくとちょっと柔らかくなるので、こちらの方私は結構ね大人が多いとねこのぐらいガツッとよいしょ入れちゃいます。どのくらいかな、3分の1ぐらい。でもこれをね作るようになって夏場とかもね楽ちんだし、結構な量が出来上がるので、本当にパンに、ね、塗って焼いてね、ちょっと上にチーズあるじゃないこれ、上につけてちょっと表面ねトースターで焼いて食べたりとか、クラッカークラッカーでしょ、まあこのまま出しても美味しいんだけど、そうで、あと生野菜のドレッシング代わりにどんどん置いとくと皆さんそれで食べてくれたりします。もう本当に味付けしなくていいから、料理ね苦手だっていう人とかもすごい家族喜んでくれたってよく言われるので、これすごいいいと思うの。こんなもんかな。じゃあちょっと味見してみようかな。めちゃくちゃ美味しい。はい、ではでは、よいしょ。でね、こういう透明なタッパーに入れて作り置きしてます。はい、こうやってねタッパーに詰めておきます。はい、でね家族にはちょっとねこのぐらい、残しといてね今日の一品にしていきます。はい、こんな感じです。これねさっきも言ったようにちょっと時間を置いた方が味が馴染んで美味しいんですよ。うん、でも作りたても美味しいちょっと酸味があって、あ、クリームチーズ効いてて美味しい。そう、うん、こんな感じです。作り置きしとくと本当便利なので、皆さんねしっかり女性ホルモンと近い、ね、イソフラボンって言われてるものをしっかりとってね、自分の美肌と健康となんか潤い、はい、掴んじゃってください。はい、皆さん本当に、食べ物っていうのは本当にね今の自分を作っているっていうことなんですよね。はい、なのでお肌も、ね、自分の中であなんか調子悪いなとか毛穴が開いてとかシワっぽいなとかっていうのは全部食べてるもので出来上がってるので、まずね化粧品だけじゃなくて体の中からもね綺麗になってね、皆さん体の中からも外からも一緒にバランスよく綺麗になっていきましょう。こちらのしょうこのビビッドな日常は皆さんのね体の中から内側も綺麗にするっていう方法の配信をしてあります。もしねよかったら登録ボタン、ね、いいねボタン押していただけると嬉しいです。はい、皆さん一緒にね中からも綺麗になっていきましょうね。ではまたねー。